左手の店はヘレンダグラスハウスのチャリティーショップでレディングのウエストストリートとフライアーストリートの角にある対コーナーレストランの隣にあるヘレンダグラスハウスはイギリスオックスフォードに本拠を置く登録ホスピス事前団体で限られた命を生きる子供とその家族に緩和ケア、レスパイトケア、終末期及び種別のケアを提供しているヘレン ダグラスハウスは世界初の子供ホスピスで1982年にオールセインツの修道女フランシス・リッチーによってオールセインツ修道院の隣に設立され生命の危険に苦しむ子供を持つ家族に休息ケアを提供している。ヘレンダグラスハウスは2004年に設立され若年成人向けに特別に建てられた世界初のホスピスである。 コーンウォール公爵夫人がこの事前事業の講演者である。チャリティーは2007年と2009年の2つの BBC ドキュメンタリーシリーズで取り上げられた。ホスピスは子供たちに専門的な緩和ケアと休息ケアを提供するだけでなく終末期ケアと死別ケアも提供している。ケアは医師、看護師、介護者、セラピストのチームによって提供され、 主に公共からの寄付によって支えられており、公共部門からの年間予算500万ポンドの約15%に過ぎない。ホスピスは2018年6月に資金不足のため、若年成人向けのヘレンダグラスハウスのケアサービスを直ちに中止すると発表した。ありがとうございます。